はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、まあ、一応ね、なぎガチャピックアップが終わりまして、普通のね、ピックアップの、セルフピックアップのガチャに関しても更新が入りましたよ、という感じですね。で、素材がおまけでついてくる大感謝ガチャっていうのが、来てますよ、という感じなんですが、まあね、今回、そうね、多分ね、ここのゲームって、まあ、一歩とかね、他を見ると、必ずね、月替わり1日日付変わったタイミングで、新キャラ出してるんですよね、一歩とかだと。で、正月なぎが来てるので、同じパターンかなと思っているのと、バローの終了タイミングが、31日の12時なので、まあ、バローと切り替わりで2月には新キャラ来ると思うんですよね。なので、そこまでちょっとガチャは貯めておくのもありなんですが、ちょっとね、この後バローガチャだけ少し引こうかなと思っていて、っていうのもまあ本体持ってないから一応本体ぐらい取っときたいかなという話なんですが、まあその前にね、ちょっといろいろ思ったことをね、言っていこうかなという話ですね。まあスペシャルサポートとかもね、カミングスーンと、なっていて、いつ来るんだろうとか、まあストーリーに関してもね、いつ来るんだろうというところがあって、まああまりね、なんだろう、今回期待してた人もいるみたいだなとかいうのも含めて、ちょっと、俺がね、思ってるのを話そうかなという話ですね。でね、プロデューサーレターとかでね、フェイズ2まで3ヶ月だよとか、まあ、フェイズ1のうちに実装予定のものこんなのがあるよとかっていうのね、いろいろ書かれてると思うんですが、まあ、クラブ機能だったり、ランキングマッチ、ストーリー、ボイス追加、この辺をね、フェイズ1で実装したいよみたいなことを書いてあるわけなんですが、となるとね、3ヶ月以内にこれ全部やるのかっていう話なんだけど、正直ね、ちょっと怪しいと思ってる、俺は。でね、まあこれもね、俺がね、同じとこのゲームで一歩ね、上げてたから、その頃のを参考にするとという話なんだけど、まあ、一歩の方も初期にね、ボイス実装するよって言っていて、ブルーロックはね、初めから声がついてる。これはすごい。これはすごいっていうか、まあ、そこで感心してもあれなんだけど、ただね、それでもね、ボイス追加随時実施とかっていうのが入ってたりするわけで、まあね、ここでね、実装するよと宣言しているものがね、どれだけこの期間に実装されるのかっていうのを思うと、ちなみにね、一歩の場合、リリース当初からボイスは、まあ、準備ができ次第実施するよっていうような告知はあったと思うんですが、実際実装されたのは、一歩リリースが11月17で、ボイス実装が4月14日ということで、まあね、アプリ開始当初から、ね、カミングスーンみたいな形で言ってたものの実装に約5ヶ月ほどかかってるので、まあ、フェイズ2までにこれ全部やるとは思ってないんだよね、ぶっちゃけ。だからまあ、のんびり行こうやと思っている部分でもあるんだけど、結構ね、ブルーロック自体が若いプレイヤーが多いから期待度が高くて、なんか、そこまでののんびり感じゃないんだな、みたいなのはすげえ感じるので、まあ、もしかしたらこれ、5ヶ月ぐらいかかるんじゃないの、ストーリーとかって思ってる人もいるよみたいなね、そんなところかな。だからね、もしかすそれこそね、今カミングスーンになってるものって半年とかかかる可能性あるなとか思ってるんだよね、今までの感じからすると。だからスペシャルサポートガチャは待って貯めておくのもありなんだけど、まあ、やっぱりね、普段の練習少しでもね、キャラを手に入れれば、もうちょっと先、育成環境整ったりするので、まあ、サポートはサポートでね、イベントで SR が1枚ずつ手に入っていってるわけだし、まあ、SSR1 枚取れればいいかなぐらいのつもりで、最初はね、いるのもいいんじゃないかなという感じですね。下手したらハーフイヤーとかだよ、きっと、スペシャルサポート。そんなこと言ってるとすぐ来るかもしんないけど。まあ、そっちに外れる分にはね、全然構わないからね。ちなみにね、一歩の話で言うとね、ハーフイヤーの直後に、井上尚弥、コラボのね、第2弾が来てるので、まあ、三笘コラボとかも、復刻とか、もしくはバージョン違いが出る可能性はね、ハーフイヤーの後ぐらいにあるんじゃないかなというのは予想していて、まあ、その辺はね、なんとなく、同じようなね、サイクルで、やってきそうな気もするので、まあ、ハーフイヤー後あたりに、
三笘復刻あるいは別の選手か、まあもしくはあの属性違いの、別バージョン三笘とかね出る可能性もあるんじゃないかなとか思ったりはしてるんですが、そんな感じでねちょっとね今カミングスーンになってるものをまああまりにもね待ちすぎてもしょうがないからお来たかぐらいの感じでね実際来た時は受け止めるといいんじゃないかなとか、思ったりしてますね。ほんとねなんだったら夏頃になる可能性全然あると思ってるからストーリーとかね、まあそこまでね待ちき待って我慢してる間に、脱落しちゃうぐらいならジェムはね適度に使っていくのがいいんじゃないかなと、思ってますという感じでね。だから俺もこの後、ちょっとねバローは、お肉のとこまで回しちゃおうかなと。今44連なのでまあね60でねステーキが一応不足しがちなステーキがね、安く交換できるよということで、あそこまで回してもいいかなということでね、考えてますよという感じかな。ちなみに緊急ミッションなんだけど、まだね、ちょっとできてないんだよね。で、一番惜しかったのがこれかな。オール B S プラスの形はね、形はできてた。ただスタミナとフィジカルがねちょっとバランス悪くて、スタミナが足りなかったよと。あとねこれね仕上がりめちゃめちゃ良かったのにこの時あのシュートの鬼がね引けてないっていうね。でちなみにこれをやった時はこんな状態だったので、まあ新しいスペシャルサポートイベントの今来てるやつね、あれを組み込めばやってりゃ行くんじゃないかなと思ってたりもするんですが、まあこれね、そっちはそっちでね強化しようとしたらやっぱり、メモリーボールもなくて、なのでまあ今回のガチャに関しては、バローの本体が欲しいというのと、まあ一応ねステーキ1個だけ60で交換できるラインがあるので、まあ天井まで引かないにしても60ラインっていうのは毎回、交換しとくっていうのもありかなと思ったので引こうかなという話と、まあ、あとね、メモリーボールがね、被ると、被るとっていうか、ガチャを引くと溜まるので、まあ、その辺でね、次の SR 強化したいかなというところの、まあ、3つの理由でね、ちょっとバローガチャ引こうかなと、思っていますという感じかな。はい、というわけで、まあ、早速ね、ちょっとバローガチャ行ってみましょう。ちなみにね、おまけの方は、まあ納豆やサラダが出るとちょっと微妙な気持ちになるので、とりあえずどうしようかな。こっちはこっちでね、まあやっぱり60連でやめるっていうのはありかなと思ってる。ステーキがね多分無課金美課金でも後々不足してくると思うので、足りなくなってからステーキをね求めるよりは毎回ステーキ回収しておくっていうラインでガチャを回すのもありなんじゃないかなと思います。ということでね、早速行ってみましょう。まあ一応ステーキ交換ラインまではねあと2回なんだけど、まあバローが出るかどうかでちょっとどこまでで撤収するか変わるかな。まあチャンスタイムとかの都合もあるからね。はい、というわけで、やっていきましょう。行きます。さあ来い、一発目。色は変わったね。色は変わったが、ちょっと潔だから怪しいかなといったところ。なんか読み込み入った?さあ。おっと!オッケー!フィールドのキングは、おお、キング!おお、シャーバロン一発で出た!やったぜ!あ、これはオッケー!素晴らしい!あ、だったらもう、ステーキラインで撤退しましょう。もう一回だけは引く。そして星2のバローもよく出ますね。オッケー、じゃあステーキラインで撤収にしましょう。もっぱつ。おーし、国神素晴らしい。さあどう、あーちょっとこの国神は弱い国神だった。これは変わんないのかな。まあ、さっきの潔が拾ってくれただけ良しとしましょうか。まあ、ただここでチャンスタイムとか来るとね、どうしようかっていうのがね、結構悩ましくなるんだけどね。わかってたー。そんな気はしたよ。絶対こういうことやるから。
聞かせたいんだろう。ちょっと一回チャンスタイムだけ追おうか。星さん出れば勝ちだからね、追撃しても。オッケー、さあ来い。本当はここでやめるつもりだったんだけどね、バロンも引けたし、ステーキの交換ラインにはなってたからね。さあ、チャンスタイムだが、どうだこれ、光ってないが。でも金玉いっぱい、スーパーチャンス、さあ来い。次ダメだね。さあ一応あと2回チャンスあるが、変わらない。はい、ダメですね。チャンスタイム終わってないんだな。もう一回行ってみましょうか。ちょっとね、せっかくチャンスタイムだったらね、狙いたいよね。やっぱ星さん被っていかないとね。お、国神来た。さあ、ここで決めよう。さあ、頼むぞ、国神。おーっと、変わる。よし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 。さあ、来い。突き抜く。いいね。さあ、読み込みまた入った。あ、読み込み入ったってことは、まだ引けてないのが、イガグリだけなんですが、あ、そういうわけでもない。フィールドのキングはこの俺だと、バローが被る。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、バロー被りは全然オッケー。いいと思う。さあ、そして、おっと、やっぱり寺の坊主なんかになりたくねえからな。今、読み込みあったからね。そんな気はしたよ。やったぜ、これ。追撃した鍵あった。スーパーチャンス続くね。まあ、あんまり追いすぎてもってとこはあるんだけど、2枚抜き。2枚抜き、9% だからね。そうね。あ、あとこれね、そう、俺ね、間違えてたんだけど、間違えてたっていうか、最後の1枠、チャンス枠っていうのが、星さん 9% で、残りの10枠、通常枠10枠は 3.5% 据え置きなんだよね。だからこれね、スーパーチャンスね、結構当てにならない。っていうのを気づいたは気づいたんだけど、まあ、1枠はね、9% なのは間違いないので、そうね、どうしようかな、迷うな。続くか、2枚抜きしたからな。いや、ただね、これ続けるとして撤収ラインどこにしようかっていう話なんだよね。どっちにしろ今ステーキ1個のラインではあるんだけど、あー、でもどうしよう、バロー2体イガグリ1収穫。これね、でもバロー55っていうのもね、60にしちゃう。ちょ、もう1回だけ行こうか。いきます。さあ、悩んだ末の追撃イサギ。これ割り込みキングしてほしいな。クソ、お邪魔します。いや、お邪魔しない。せめて色変わって。なーっと、ダメなやつか。これはちょっとダメっぽいね。スーパーチャンスではあるが、スーパーチャンスではあるが、あー、ラストの 9% に期待しましょう。っていうか、ラストが 9% の枠なのか。ちょっとやらなきゃよかった。最後の一発だけちょっと余計でしたね。どうすっかな、これ。ステーキ交換すると33ポイント何に変えるかなんだが、まあ、カレーチェンジもね、安い方のカレー変えとく。餃子。まあ、餃子の方が足りないか。ただね、奇数だとね、ちょっと餃子が偶数だからやりにくいんだよなーって毎回思う。まあ、交換はね、ちょっと、ね、期間ギリギリに考えましょうかね。はい、というわけで、まあ、今回の収穫は、イガグリ初ゲットと、バロー初ゲットプラス一突という感じですね。バローどこ行った、バロー。あれ、バローさん、あ、いたいた。バローさんいましたね。バローさんは、突はね、もう重ねといても問題ないですね。オッケー。そして、55まで、まあ、上げようと思えばすぐ上げられるか。あ、そしたらフレンドなぎ借りて、バローを自前で使うっていうのはありかもしんないな。
そうだね。まあ、レクボ、スペシャルレクチャージボーナスがつかないから、あ、やっぱフレンドで100借りる方が強いは強いんだけどなーっていう。まあでも、ナギも似たような話だからな、それに関しては。まあ、イガグリは、自前で使うと結構幅広がりそうな気がするんだけど、ただ、イサギもね、まだ育ててなくて、素材的にはね、誰かしかレベル上げれねえんだよな、今俺。うわ、ちょっと、迷うね。まあ、バローが無難な気はするけどね。で、イサギに関しては制服イサギがいるから、ちょっと、後回しかなと思ってたりはするんだよね。まあ、バロー上げますか。上げましょう。悪くねえな。悪くねえな。ね、バロ55にしましたよということで、まあ、試しにね、これで育成してみましょう。ちなみにこの後イガグリを育成しようとすると32で止まっちゃう。あ、ゴールド足んないのか。なる、ゴールドっていうかコイン足んないのか。足りないのがコインであれば、ね、246体もいるので売却してもいいんだけどねって感じか。まあでもそこもね、大した売却額じゃないんだよな。ちなみにスペシャルサポートに関しては、あ、でもここでもコイン使うな。まあ37まで上げられる。ちょっと40までは届かないですが、まあこっちの強化しておこうかな。オッケー。40まで行きたいよな。あ、結構足んない。そうですか。まあ、40いかないとね、スペシャル発生率が上がらないからね。そうか。まあ、今回はこんなところかな。あ、ちなみにね、あの、2月で多分新キャラでガチャ変わるよねっていう話もあるにはあるんだけど、それ以外にね、このイベント、配布イサギのイベントがね、1月いっぱいで終わるので、どうなんだろう、毎月配布枠やってくれんのかな。おそらくガチャキャラの方が強くてステータス尖ってて、配布キャラは今回のイサギみたいなオールマイティなキャラなんじゃないかと予想してるんだけど、だとするとね、レオとかね、キヨ大富豪だから、ね、2月のイベント配布レオワンチャンかなっていう気もするんだけど、ただレオはね、結構活躍今本編でもしてるし、ガチャさんで出したいよねって。やっぱイサギもね、こっちのイサギは、あの、貫突同士で比べたらやっぱちょっと劣るので、まあ星実質 2.5 ぐらいっていうか、そういう感じもあるので、っていうかまあサポート性能だけで見たら 2.5 も怪しいぐらいに思ってるけど、ただね、あの、育成の本体として使う分には、すごく優秀っていうのはあるんだけどね。だからね、仮にね、2月のこの枠がレオだったら、あの、めっちゃレオ育てるかもしんない。まあそんなとこかな。はい、というわけで、まあ今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。